はい、皆さんこんにちは、ワナリングリフシです。戦国バサラ真田幸村伝ですね、続きをやっていきましょう。前回第2章武田壊滅天目山の戦いをお届けしましたので、今回はその続き六文銭誕生をやっていきたいと思います。第3章では早速見ていきましょう。六文銭誕生。伝説の武人武田信玄の遺児勝頼は天目山の戦いにおいて織田徳川の連合軍に敗北。その死によって甲州の名族武田家は滅んだ。魔王信長の手により目の前で主君を殺された真田昌幸、信幸、そして幸村であったが、その死を悼み悲しみに暮れる暇などなかった。後方よりは織田の追撃軍が迫り、前方よりは乱に乗じて真田を滅ぼさんとする北条氏政の大軍勢が待ち受けるという絶体絶命の危機。敵情を探るべく石膏にて自軍の10倍以上に及ぶ相手陣容に衝撃を受ける幸村であったが、この死地を脱し生をつなぐには目前の敵を蹴散らし地中に勝つを求める以外に道はなしと、大軍勢を相手に戦火を交える決意を固めるのだった。はい、ということで第2章に続いて幸村信幸正幸になってますね。では装備中のこの劇のレベルを5まで上げていきましょう。で、信幸に関しても武器を上げていきましょう。で、正幸に関しても同じく武器を上げていきます。7ぐらいまで上げられそうですね。ちょっとガシガシ上げていきましょうか。10まで上げちゃったな、正幸は。幸村も10ぐらいまで上げていきましょう。上げられるところまで9まで上げましたね。ちょっと伸びゆきだけ上げられきれなかったかなと思うんですが、ちょっと次回ね、伸びゆきも優先的に上げていってあげましょう。やってくれたね、北条のじいさま。まあいいさ、この正幸に策ありよ。さあ行きましょう。策とは一体、あの軍勢とまともにやり合ってはいかに我らであろうとも。まあに簡単なことさ。ちょいと向こうさんの旗をご拝借ってね。敵方の旗を奪う、それが親父様の策。英楽通報と書かれた旗を奪えるんですよね。手形ミッション、どこにあるんだ。この霧の中、敵の陣中で一暴れしてやるのよ。なるほど、おこれだな。さすれば北条方は味方に裏切り者が出たと見て浮き足立つに相違なかろう。なんと、そして我らは6本奪いか。今はまだ1本ですね。親父様、戦国一の激しみにござる。で、あとの5本はどこにあんだ。その調子でもう一旗二旗頼めるかい、こせがれ殿。たった一つじゃ敵も刺して動揺しないだろう。旗がないんだよね、肝心は。これだけ目立ちまするな。ではそれがし100機ほど集めてみせましょうぞ。真田のこせがれ殿は武士ではなく大道芸人を目指すつもりかな。さてと、どこにあるんだ旗は。せっかくだ、その旗を。ちょっと旗を探しましょうか。あと5機。親父様、それは何故。その旗に描かれた文様は英楽通報、英楽戦だ。6枚揃えばシャレが効いて、おつってもいいや。おつ
でござりまするか。わからんか。じゃあ種明かしは集めてみてのお楽しみだ。ここでバサラを使います。我が炎は真田が倒せ。下げてぞ。肝心の六面線の電話永楽通行の旗がどこにあるかですね。あ、あったあったあったぞ。よし、旗をゲットした。で、今度は信行で2本ですね。雪村はこの俺の瀬名を追い懸命にかけている。俺はその思いに報い先へと導き続けねば。連絡通報がいるぞ。では俺を見つけた。しかも偉く2人同時にいる。これは楽だ。織田信長かの存在は俺の道の先を行くものではない。信長と相手偉く通報いっぱいいるじゃん。俺が感じたもの恐怖でも威風でも。なるほど、偽偉く通報なるものがいるのか。偽までいるってなるともうどうにもならない。あの輝きは一体何だ。これが惹かれているということなのか。そうなのか。家康、確かめたい。確かめねばならない。この信行自らの足で偽楽通報かどうかの見極めがどうやったらできるんだろう。今のまんまだと到底できない。本物の偉楽通報持ちがどこにいるかですね。こいつこそ本物じゃないか。一本ゲットしました、ね、やれやれ、せがれ殿まで兄弟揃ってでかい声だよ、まったく。ここはなんか結構忍者的なやつが多いですね、敵が。すまん信行、わしが不甲斐ないばかりとんでもない重荷をお主に背負わせてしまった。お主は気づいておらんが、わしの命を選んだあの刹那からお主の中で何かが変わった。いや、お主は変わることを選んだのかもしれん。どうあれお主は変わってしまった。永楽通報男がいなくなってる。今一度見極めねば。いたいた。真田の行く道、そしてたどり着く先を。親方様、この正幸、戦国一の食わせ者などと称されておりますが、いやはや愛も変わらず手間ばかりですわ。くる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 。勝頼様のことではうっかりこの安枯れが命を拾うてしまい申した。あの世で合わす顔もございませんわい。かくなる上はどこに行った。しぶとく生き延びて親方様の教えをしっかりと先へとつないでいきとうござる。この真田正幸、安心して9年累世の大仕事を必ずや果たしますゆえ、負けてなど出ないでくださいよ。どこにいるかですね、永楽通報は。はい、優しく強く荒々しく握った拳は大きく激しく動く。
ちゆるりと周りを巻き込んで絶対無欠の役職を高く天へと掲げる。さてと強烈至極にございます。じゃあいけないですね。あと言って英楽通報がいないしな。しまった、虹色チャンスをこんなところですか。いらなかったな虹色チャンス。で、肝心の英楽通報はどこにいるんだ。こっから見てもわかんない。あ、いたいたいた、あんなところにいたよ。消えていっちゃうんでね、ややこしいですよね。またどっかに消えたでしょ。どこに行った？英楽通報。あんなとこにいる。くそ、また逃げられたか。いなくなってるね。いたいた。ちょっと今回はもうバサラゲージを貯めて終わらせましょう。これでも食らえ。バタルはとある男の物語。アーリッシュ日に出会った一人の男は、愛は優しく強く荒々しく、握った拳は大きく激しく胸を打ち、ゆるりと周りを巻き込んで絶対無欠の役職を高く高く天へと掲げる。ご清聴強烈至極にございます。何、倒せてない。英楽通報いるし、こいつあれなんだな。もうこういうのの繰り返しになるんですね。次こそもう決めたいな。さあ、英楽通報はどこにいる。当たらなくなっちゃうんでしょうね、また。ちょっとじゃあこっから英楽通報男を探すところまではちょっとね、早送りに。はい、というところでやっと英楽通報の4本目をゲットしましたので、先に進んでいきましょうか。雪村、で、また雪村に戻ってきましたね。じゃあここもちょっと英楽通報をきっと集めることがメインになると思うので、英楽通報を集めるところはね、ちょっと早送りで一気に進めちゃいましょうか。
はもう虹色チャンスをなんとか達成することに専念しましょう。チャンスを達成したい。虹色チャンスは何度でもやってくる。はい、というところで六文銭を手に入れる前に何か始まりましたね。あのこせがれ目をご先祖様に捧げるのじゃ。これが風魔小太郎か。風魔小太郎の術、どれが本物か風魔小太郎との一戦になります。そうじゃろうそうじゃろう、もはや勝ったも同然、わしはここに隠れて見物じゃ。真田の貴様ら未だによだり。虹色チャンスをやるためにあのバサラ技を乱発してしまったのがここに来てあだとなりました。この小太郎戦でかなり苦戦するな。真田のすがれと徳川が失火と結んどるとな。兄上が徳川殿、そのようなされごと、我らが旧敵織田と結ぶことなどありえぬ。分かったものだ。あの奇術使いには散々な目に遭わされとるんじゃ。戦国乱世、誰も信用できんわい。信長は恐ろしい。第六天魔王を前にしては、ご先祖様の御霊も縮み上がるばかりじゃ。ここは小太郎なんだ。いやー、小太郎と信長だと格が違うな。かなり信長とのつばぜり合いが苦戦しましたからね。わしは何としても北条家の栄光を守るんじゃ。お家が大事はこの雪村。このじい様は宇治政ですね、きっと。この話を聞いてる感じだと織田になど踏み捨てなるものか。おまがやられおった。この後に及んでまだ逃げ隠れするつもりか。またこっから五郎隊宇治政との戦いになりますね。うるさいうるさい、小半端めが家を背負わぬ次男坊にわしの辛さが分かってたまるか。今や天下の趨勢は織田一色、明智、前田、柴田、いずれも一騎当選の家臣がずらりじゃ。浅井朝倉を滅ぼし、比叡山を焼き払い、神仏すらも恐れぬ魔王信長。これは宇治政回復するね。が滅ぼされた今、あ、上の小さい芸術だけ回復してくるんだよね。毛利くらいのものじゃろ。それも逆らえばあっという間に滅ぼされるわい。ぎっくり腰のじじいに何ができるというんじゃ。ご老体じゃが、わしゃ生き延びねばならんのじゃ。先祖代々受け継がれし宇治政がいなくなってどうにるために。そうじゃ、お主兄に頼んでわしと徳川を引き合わせてくれんか。またその話でござるか。隠れてんの。何度申せば。ここでバサラ技だ。徳川は織田の同盟か。徳川に取り入れば
織田とも結ばれるは当然至極自明の理じゃ。そうじゃ、その手があったわ。これで申し訳は栄光はあんたじゃ。強いな、ここに来て正気を失っている。なんのわしは。よし、これで宇治松を倒したぞ。生きてやる。そうに、これで真田が揃いましたね。続いたるは兵力戦6つ、落武者も黙る6万戦。ご存知、サンズの川の私審査。今この時より真田は6万戦を家紋とする。これでいつでもメドウェイを当たれるって寸法よ。真田の行く道に翻る旗印と、いざなら、おや！はい、というところで、今回は六文銭誕生ですね、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。途中ね、英楽通報の旗を持った敵を倒すのにいろいろ探したりとかいうのがあったんで、ちょっと今回はね、早送りとかも入れさせていただきましたが、こんな感じでね、ダラダラするようなところは今後も同じような形で早送りは入れていきたいかなと思いますので、見ていただいている皆さんに少しでも退屈をね、しないような形でやっていければいいかなというふうに思っています。というところでですね、第3章六文銭誕生が終わりましたので、次回は第4章第1章上田合戦徳川来週をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。